フランス革命計画を立案したアダム・ヴァイスハウプトについてお話しします。1748年2月6日、アダム・ヴァイスハウプトがバイエルン選定公領、インゴルシュタット、現在のドイツのバイエルン州にて生誕します。キリスト教に改宗したユダヤ人の血を引いていました。1755年、アダム・ヴァイスハウプトがイエズス会の学校で教育を受け始めます。ヴァイスハウプトは幼少期に孤児となり、学者である叔父がヴァイスハウプトの教育を引き受け、イエズス会の学校に入学させました。ヴァイスハウプトは叔父の蔵書であった最新のフランスの啓蒙思想家たちの本を熱心に読み漁りました。当時のバイエルン選定公領はカトリックの影響が強く保守的でした。ヴァイスハウプトは王政と教会が思想の自由を抑圧していると考えていました。そして宗教的な考え方はもはや現代社会を統治するための十分な信念体系ではないとの結論に達し、ヨーロッパの国家運営を根本的に変える新しい啓蒙の形、すなわち一連の思想や実践を身につけることを決意しました。この頃フリーメイソンはヨーロッパ全土で着実に広がり、自由思想家たちに魅力的な選択肢を提供していました。ヴァイスハウプトも当初はロッジに参加しようと考えていましたが、フリーメイソンの多くの考えに幻滅し、メンフィスの七賢者の秘義やカバラなどの秘境的なテーマを扱った本に夢中になり、独自の新しい秘密結社を設立することを決意しました。1770年、メイヤー・アムシェル・ロスチャイルドがタルムードの教えに基づいた秘密結社、イルミナティの設立計画を立案します。そして表向きはカトリックであったアダム・ヴァイスハウプトにイルミナティの設立と発展を託しました。1773年、アダム・ヴァイスハウプトがドイツ語圏で唯一のカトリック総合大学であるインゴルシュタット大学、現在のドイツのバイエルン州ミュンヘンのカトリック教会に関する法と教会が定めた法を包括した概念であるカノン法の教授となります。1775年、アダム・ヴァイスハウプトがゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲン、現在のドイツのニーダーザクセン州のヨハン・ゲオルク・ハインリヒ・フェーダーから経験論哲学を紹介されます。フェーダーとヴァイスハウプトは共にイマヌエル・カントの観念論の反対論者となりました。1775年、アダム・ヴァイスハウプトが自由と平等を誰もが享受できる世界の建設を名目に、哲学・政治理論に関して知的な議論を行う知的サークル、勧善論者の教団を結成します。人間は誰しもが王になれる素質を潜在的に有しているとし、王政に反発しました。1776年5月1日夜、インゴルシュタット近くの森でメイヤー・アムシェル・ロスチャイルドの指示及び資金提供により、松明の明かりの中、主にアダム・ヴァイスハウプト、こちらが指導者ですね、そしてヤコブ・フランク、ゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲン出身のアドルフ・クニッゲ、そしてヨハン・ヨアヒム・クリストフ・ボーデがイルミナティを刷新し、勧善論者の教団をバイエルン啓明結社に改称します。よくですね、この1776年5月1日がイルミナティ設立の日とされてはいますけども、これ刷新なんですよね、厳密には。なのでイルミナティ自体はこれ以前に存在したということですね。さらに見習い、ミネルバル、啓蒙されたミネルバルの3つの位階を持つフリーメイソン組織に改組しました。ミネルバルはローマ神話の知恵の女神ミネルバにちなんでおり、社会や国家をどのように再形成できるかについての真の知識、すなわち啓蒙を広めるというイルミナティの目標を反映していました。そして規則を定め、入会候補者は全てメンバーの同意、確固たる評判、強固な家族的かつ社会的つながり、そして富ですね、が必要であるとしました。イルミナティの目的は政治的、経済的、社会的、宗教的手段を通じて五位も分断することにありました。またこの日、ヴァイスハウプトは著書「ノブス・オルド・セクロールム」を出版し、以下の行動綱領を掲げました。
1つ目が、すべての既成政府の廃絶とイルミナティの統括する世界単一政府の樹立。2つ目が、私有財産と遺産相続の撤廃。3つ目が、愛国心と民族意識の根絶。4つ目が、家族制度と結婚制度の撤廃と子どものコミューン教育の実現。そして最後に、すべての宗教の撤廃ですね。1776年、アダム・バイス・ハウプトがイルミナティの教義をフリーメイソン騎士団に持ち込み、グランドロッジを設立し、秘密本部とします。さらにバイス・ハウプトは、以下の分野に長けた2000名の悠久のイルミナティの信奉者を募集しました。信奉者たちは、以下の内容に従うよう指示されました。以下の分野に長けた、ちょっとこれ抜けてますね、ちょっと。後で追加しておきます。1つ目が政府転覆、すべての政府及びその他の分野における高い地位の男たちの支配権を得るために金銭及びセックスによる、贈収賄を利用する、一旦有力者がイルミナティの嘘、欺瞞、誘惑に陥ると脅迫、経済的破壊、公衆の面前での暴露、さらには自身や家族の死を脅すことにより、彼らは束縛されることになる、2つ目が教育の破壊ですね。イルミナティに選ばれた裕福な家庭に属する並外れた精神力を持つ大学の学部生に奨学金を与え、繰り返される戦争に終止符を打つことができるのは一つの世界政府だけだという考え方を刷り込み、倫理、政策、措置、宗教、政府、銀行を破壊するよう訓練を受けさせる。そしてイルミナティの支配下に入るよう仕向けられた全ての影響力のある人々と、特別な教育を受けた学生たちはエージェントとして利用され、専門家やスペシャリストとして全ての政府の裏側に配置されることとなる。これは長期的にイルミナティのワンワールド計画に奉仕し、彼らが任命された政府や宗教の破壊をもたらすような政策を採用するようトップの人間に助言するためである。そして3つ目が報道の破壊ですね。大衆に情報を配信する唯一のメディアである報道機関を支配し、すべてのニュースをワンワールド政府が多種多様な問題に対する唯一の解決策であると大衆に信じ込ませるように変更するですね。ちょっと以下の分野っていうところ、ここを修正してホームページに上げておきます。はい。1777年、アダム・バイス・ハウプトがフリーメイソンロッジのテオドール・ツム・グーテン・ラードに加入します。1777年6月29日、ルイ16世がジャック・ネッケルを第55代フランス財務長官に任命します。アダム・バイス・ハウプトが財政赤字で苦しむルイ16世に対し、財政の専門家としてネッケルを売り込むことで実現しました。またネッケルの職務は事実上の財務総監でしたが、プロテスタントであったため名目上は在任中一貫して財務長官でした。ネッケルは、給与を拒否しましたが、最高国務会議には入れませんでした。主に以下の政策を実行したり、妻スザンヌ・ネッケルと共に、病院や刑務所を訪問し、人気を得ました。政策ですが、外国銀行からの借入金の削減、500以上の官職の廃止、上費の節約、土地税と人頭税の均等分配、地方三部会を持たない地域での議会の導入及び地方議会での租税の合理的配分や公共土木事業の自主的な計画推進、そして付加価値税の廃止、質入れする品物の価値を基準に融資金額を決定し、品物を担保にお金を貸すフランス政府の質屋であるモンドピエテの設置ですね。まあ、これ他の動画でありましたけれども、まあ、これは結局ですね、ルイ16世政権を破壊するためにアダム・バイス・ハウプトが送り込んだ刺客がジャック・ネッケルだったということです。1780年、アドルフ・クニッゲがアダム・バイス・ハウプトの部下のコンスタンツォ公爵を通じテオドール・ツム・グーテン・ラートに加入します。当初、イルミナティの会員はバイス・ハープトの弟子に限られていましたが、クニッケは北ドイツにこの結社を広めるという使命を帯びて、持ち前の落ち着きと巧みな組織力で1782年までにヨアン・ヨアヒム・クリストフ・ボーデを含む主に貴族、政治家、医師、弁護士、法学者、知識人、バイエルの現役学生及び OB からなる600名のイルミナティへの勧誘に成功しました。
さらにボーデを通じてドイツの文豪ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテも入会させました。こうして多くのフリーメイソン会員がイルミナティに加入した結果、両者は一体化し、イルミナティがフリーメイソンの結社となりました。元フリーメイソンであったクニッゲは、イルミナティにフリーメイソンの儀式に似たものを採用することに賛成でした。また、イルミナティの会員は、古代から捉えた象徴的な秘密の名が与えられました。例えば、ヴァイスハウプトはスパルタックス、クニッゲはフィロでした。なんかオウム真理教みたいですね。ニックネームが付けられるっていうのね。さらにイルミナティの会員の階級も複雑になり、クニッゲがフリーメイソンのロッジで使われていたモデルを提案し、入会時に以下の13階級と3つの階層に分かれました。高い順に示します。まず1つ目の階層が王ですね。この階層は哲学的な啓蒙の最高位である。この階層の会員は司祭であり、会の会員に教えを説く。この階層の会の会員は王の権威下にある。ということで、一つ目が王、そして魔術師、王子、司祭ですね。王子よりも魔術師の方が上なんですね。なんか不思議な感じがしますけど。まあ王も魔術師も王子も、まあ、司祭を兼ねているってことですよね、要は。はい。そして2つ目の階層がイルミナトス・ディリゲンスですね。この階層はフリーメイソンリーから影響を受けました。イルミナトス・メジャーは新会員の募集を監督し、イルミナトス・ディリゲンスはミネルバルの会議を主催するということで、イルミナトス・ディリゲンス、イルミナトス・メジャー、そして師匠、仲間、見習いですね。師匠って何やねん。なんかお笑い芸人みたいな。3つ目の階層がイルミナトスマイナーですね。この階層は人道主義的な哲学に基づいて啓蒙を受け、ミネルバルとなります。その後イルミナティの規則を受け取り会議に参加できるようになります。イルミナトスマイナー、ミネルバル、そして初心者、そして入会者ですね。会議に参加できるのはどこからな？イルミナトスマイナーからかな？ミネルバル、あ、そうか、ミネルバルからか。初心者と入会者は会議に参加できません。ということですね。はい。1784年、アダム・ヴァイスハウプトが自身の仲間の一人であるザビエル・ツワックにフランス革命実行の命令を一冊の書物に仕立てさせ、特使を使ってマクシミリアン・ロベスピエール宛にフランクフルトからパリへ送ろうとします。しかしその途上で特使が馬車ごと雷に打たれて死亡したため、その書物は警察官に発見され、バイエルン選定公領政府に渡りました。結果、バイエルン選定公領政府は警察に、ヴァイスハウプトが組織したグラントリアのフリーメイソンのロッジと、仲間の留浴者たちの自宅を家宅捜索するよう命じました。バイエルン選定公領政府は特使が運んでいた書物から有力者の私的グループによる戦争や革命を利用して政治的目的を達成しようとしていると確信していました。またヴァイスハウプトはフランス革命実行のためにメイヤー・ムシェル・ロスチャイルドから数百万フランの資金提供を受け、3万名の革命分子を雇いました。結局はロスチャイルドなんですね。突き詰めていけばね。1784年6月頃、前年にイルミナティから脱会した前年までインゴルシュタット大学で法律を学んだヨーゼフ・ウッツ・シュナイダーが第6代バイエルン選定公大公カール・テオドールの王妃エリザベト・アウグステ・フォン・プファールツ・ズフルバッハにイルミナティは自殺を正当なものとし、敵を毒殺するべきだと信じ、宗教は不条理なものと考えている。また、イルミナティはハプスブルク帝国のためにバイエルン選定公領に対して陰謀を企てているという趣旨のイルミナティの実態を暴露した書簡を送りました。はい。
1784年6月、カール・テオドールが法律で事前に承認されていないすべての結社の創設を禁止する勅令を発布します。エリザーベト・アウグステ・フォン・ブファールツ・ズフルバッハがヨーゼフ・ウッツ・シュナイダーの書簡を受けて、テオドールに警告していました。イルミナティはこの勅令の対象に自分たちは該当しないと考えていました。1784年6月22日、バイエルン選定公領政府がイルミナティを危険な組織と判断し、活動停止命令を下します。これ以降、イルミナティは深い関係にあったフランスフリーメイソンに紛れて活動を続けました。ということで、名指しで、停止命令が下されたということですね。1785年、アダム・ヴァイスハウプトがインゴルシュタット大学の教授職を剥奪され、バイエルン選定公領から追放されます。これにより、ヨアヒム・クリストフ・ボーデがテオドール・ツム・グーテンラートの最高責任者となりました。ヴァイスハウプトは、ザクセン・ゴータ・アルテンブルク公国ゴータ、現在のドイツのテューリンゲン州で余生を過ごしました。1785年、バイエルン選定公領政府が自国内のグラントリアンロッジをすべて不法として閉鎖します。1785年、バイエルン選定公カール・テオドールが、イルミナティの結社を解散させます。1785年、カール・テオドールがイルミナティを禁じる勅令を発布します。こうしてイルミナティの結社を解散させられました。バイエルン選定公正警察はイルミナティ会員の逮捕を進めていく中で、イルミナティが自殺と無神論の擁護、女性支部設立計画、そして見えないインクのレシピ、堕胎を実行するための医学的指示、などの国家と宗教に対する陰謀を加えているとする証拠を発見しました。これらの証拠をもとに、イルミナティは国家や宗教に対する陰謀を企てていると非難されました。はい、1786年、2年前のアダム・ヴァイスハウプトがマクシミアン・ロベスピエールに送ろうとした書物を、イルミナティ教団及びその宗派の原文と題して、バイエルン選定公領政府が一般公開し、欧州各国の国家指導者及びキリスト教会に警告書を発します。しかしこの警告は無視されました。1786年10月11日、バイエル選定公領政府がザビエル・ツワックの自宅を家宅捜索します。その際、倉庫にあった文書を押収しましたが、その中に1776年5月1日にアダム・ヴァイスハウプトの書かれたイルミナティの行動公領が含まれていました。バイエル選定公領政府が押収した文書には他にも、イルミナティの儀式に関するものがありました。例えば、見習いがミネルバルという上位レベルに昇格するためには、自分が所有する本の題名、自分の時の名前、自分の性格の弱点に関する詳細なレポートを提出する必要があるというものでした。ミネルバルに昇格すると、個人的な利益をイルミナティのために犠牲にすることを約束しました。ということは、入会者と初心者は犠牲にする必要がないんですね、特に。ミネルバルからなんですね。はい。いや、わからんわ。あ、終わりか。はい、以上です。